レブロン・ジェームズの倒し方を教えてください。僕も100回試しましたが、倒せそうにありません。レブロン・ジェームズ ?NBA の司法ナショナルバス,バスケットボールアソシエーションの司法 ?NBA の司法レブロン・ジェームズバスケット界のマイケル・ジョーダン2世難しいよな、レブロン・ジェームズな。身体能力も高いですし、身長も2メーターぐらいあるんですかね体重も100キロ近いんですかねフィジカル的にはちょっと勝てる要素があんまり見つかんないなっていうように感じますよ。まあ言ってもまあ僕から手出します。まあでも、まあ、バスケットボール選手しよバスケットボール選手。 はあるな別に絶対に倒せないわけじゃないわな。レブロン・ジェームズ来ますよね、こんなのって。こんなダム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 しながら、こんなって、ダムダム、こんなになってくるわけでしょ、こんなになって。ま、もうすぐ、バーンってもう手をはたいています、ここ、バーンじゃファールでしょ、ファール。ペナルティエリア内でシュートを打つときにバーンってやってファールでしょ、これ。じゃあフリースロー始まるじゃん、フリースロー。フリースローこんなってダム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 、こうやってやるじゃん、こう、こういかんすよね。 もう両脇開いちゃってるんですよ、ボディードーンって入れます。じ、は、ゃ、い、グーってなるでしょ。グーってなったとこに、レブロンがグーってなったとこに、ちょっと高めに頭下が、こごめんビターンって,っていくでしょね。いけんじゃないかな、これでボディからの膝で、高めの膝で、レブロンは。だめですよ、だから倒しちゃだめですよ、でも、レブロンは。価値あるから、まだ全然、これから何点取るんだろうっていう、未来がこう見えてますから倒しちゃだめなんだよって、レブロン。そういうことじゃないの。ほら、世の中に人が困ってるとか、そういうものだから倒さざるを得ないもの。なんでもいいから倒しちゃい,いってもんじゃないんだから。 考えて。